皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、子犬の噛み癖を直せない人の特徴です。はい、今日お話しさせてもらおうかなと思います。もう噛み癖、ワンちゃんの子犬のね、噛み癖に悩んでいる方はぜひ自分がこの ポイントに当てはまっていないかどうかっていうのをぜひチェックしてほしいかなと思います。じゃあ本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram もさせてもらってます。ブログは僕の思いを話させてもらったりだとか、インスタグラムに関してはここ行こうって僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄というところが押せますので、よかったらね、それぞれ見ていただけたらと思います。ではでは早速ね、この噛み癖、ワンちゃんの、甘噛です。甘噛み、ね、噛みっていう結構ね、いろんなジャンルがあるんですけども、大きく分けてその遊びたいっていうね、このなんだろう、お父さんお母さん遊ぼうよの甘噛みと、あとは壁とかね、なんだろ、その机のとかガジガジかじるやつ、これいたずら関連ですよね。これちょっとね、同じ口を使って噛む行為なんですけども、意味が全く違うんです。はい、なので今回はこの飼い主さんに向けて、この噛む方ですよね、甘噛み、そっちについてねお話になっていきます。でこの甘噛み、みんなしますよね。みんなします。はい、みんなが通り道だと僕は思ってるんですね。ただやっぱその時にそのしつけ方を間違ってしまうと、本当とんでもないことになっちゃうんですよ。で、じゃあどういったね、ことをやっちゃうと間違えるのかっていうのが、この甘噛みをどうにかしようとすると、言ってください、100% ミスるんで、100% です。この甘噛みをどうしよう、甘噛みをどうやって抑え込もう、どうやったらね、この甘噛みをどうのこうのみたいな、絶対失敗します。確かに、甘噛みを減らすことはできるかもしれないですが、残った副産物っていうんですか、めちゃくちゃ重たいですから、一生引きずりますからね。はい、この甘噛みっていうのはなんでかというと、要はね、遊びたいんですよ。遊びたい、もうたらたら遊びたいんですよ。それをよくやね、抑え込もうとする人はダメでしょってなります。はい、これ噛んだらダメですよって言うんですけどね、だって遊びたいもん、もうこういうの何がしたいって、もう遊ぶか食べるか寝るかですから、その3つしかないですからね。でなのに、そのね、生きてて3つしかないのに、その一つね、大きな一つですよ。そうやろうとしてるのに抑えられると、まあ、いい子に育ちませんよ。はい。で、最悪ね、飼い主さんに本気で噛むようになったりだとか、あとは、どうだろうな、なんて人、他の人に噛んじゃうとか、ね、これ一番危ないじゃないですか。そういうふうにつながってくるわけなんですね。はい。なので、これをね、本当に抑え込もう、ぎゅーっとね、やっちゃうと、こう風船をこう、ね、ブワーってやってる人なんですよ。横に膨らむだけなんで、で破裂しますからね。はい、バーンってやったら終わりですから。なので抑え込むっていうやり方ね、この甘噛みをどうにかせないかっていうのは失敗しますよ。これはガーンって風船こうやったのと一緒なんで、はい、そういう思考を持っているのであれば、それはまず置いておきましょう。はい、じゃあどうしたらいいんですかですよね。それを宿題で今日はね、もう甘噛み、ね、いろんな直し方というか、ポイントいっぱいあるんですけど、その中の大切な一つを今日宿題でお話しさせてもらおうかなと思うので、ぜひ実践してください。では今日の宿題はこれです。はい、ではですね、今日はこの甘噛み、ね、噛み癖の甘噛みは違うんですけどね、この甘噛みを直せない人の、ね、思考ということで、誰でしょう、なんで噛むのみたいな。噛んだらダメでしょみたいな感じで、やっちゃうと失敗しますよっていうことでした。はい。この最終的にも飼い主さんとか他の人だったりだとかに噛むことをね、覚えてしまうので、ね、やめておきましょうねっていう話ですね。じゃあ、どういうふうにしたらいいんですかってことなんですけれども、今日からやることをね、お伝えします。要は遊びたいんですよ。じゃあこの遊びたいっていうのを徹底的ですよ。もう、子犬がもう疲れたもう無理、遊ばれへんっていうぐらいまで徹底的に遊ばせてみてください。それを騙されたと思って3ヶ月まずやってみてください。3ヶ月やって絶対に減りますから。この中途半端にやったら減らないです。間違いない減らないです。まあ徹底的にやってみてください。もう朝から晩までしっかりと遊ばせて、夜はもう疲れたって寝るぐらいまでやってみてください。間違いなく減るんで。はい。で、まあその後飼い主がどういうふうに対処するかって、それはまた話は別なんですよね。もちろんね、これだけではいかないですよ。これめっちゃ減るんで、直すだとね、もっといろんなことをやらなきゃいけないです。その中の一つ、徹底的な遊ばせてください。必ず減りますから。はい。っていうのを今日はこれからね、今日からもぜひ実践できるかなと思いますので、してほしいかなと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。